ラーマーか遅い遅い、ああそうかそうか、9時からつったもんな、す湿気湿気。どうも、こんばんは。初めての TikTok 配信をしてきました。やばいってあれ、あのアプリすげえよ。顔なんかもうとんでもない顔にされたわ。なんかすっごい、やっぱインスタが一番落ち着く。そんな違う、何が違う、違い分かんねえんだけど、あんまり。あれやばかった。ちょっと待ったんだが、あーごめんごめんごめんで。あ、はやって一ノ瀬いるね。かっこ焦って、マジなんか目とかとんでもなくって隠されて、なんかもう目の周りなんかもうピンク色でもうベチャン塗られて、時空とか歪まされたし、やばかったねあれね。だから TikTok でもできるって言ったんだけど、どうやってやるの、あ、間違えた、これなんでだっけ、名前インスタだ、はい、これちょっと怖いな、なんかちょっと怖いな、変余計なもん映んないよな、これ俺のお家の全体像とか。行くぞ、ブツブツ言ってる、何これ、ワンちゃん、あ、おう、びっくりした、なんか肌これき、ごめんなさいちょっと言葉悪いです、キモくね、何これ、何この肌、なんかもう何もないの、凹凸が、うん、おー、星降る夜に、次何も置けない、おお、おお、燃えてるぜ、メラメラだぜ、ほら、え、何これ何これ、おいおい、おい、やばい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 、おおおお、ちょっと待ってくれ、おお、あ、おお、いいね、ちょっとこのレトロな感じ、ちょっと好きじゃない、これは、おお、あ、これいいじゃん、これでやろうか。どうも、鉄八かっこよかったです、ありがとうございます。死ぬ？死なないで。かっこいい。ありがとうございます。もうかっこいいって言っただけで僕は嬉しい。もっとちょうだい。もっとかっこいいって言ってくれ。頼む。これすごいな。ほんとすごいな。これは？おお。ちょっとあんま。ん？何も起きないぞこれ。あら、ハニーだね。何これ、キューティクルハニーだね。ちょっと俺には合ってない。あー、これもね、なんかこんないっぱいあんの、うおうおう、イルミネーションや、プラネタリウムか、すっ、これいいじゃんこれ。みんな知ってた？こんないっぱいあんの。知らなかったんだけど。何これ、泥団子。おお。絵になったね。おお。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。軸歪める系ね。流行ってんのこれ、軸歪めんの。ほら。ああ、動画撮ってますよ、的なね。はあ、はあ。ほら。おお、なんか気持ち悪い。おお、なにこれ、はい、終わり、以上、これ以上ですか、なんか 目とか大きくできないのこれ、あぶねえ、写真や動画を友達とシェアしようと、ってやだよ、なんでシェアしなきゃいけねえんだよ、質問？あの質問めっちゃ来てんじゃん。読みません。あ、りょうくんですかこれ、もしかして。一瞬りょうくんがちょっと間違えておっしゃったパターンですか、りょうくんこれ。普通はいいよ。分かってるよ。そんなことは。
一回やってみようよ。でも普通はよくてもさ、やってみないことにはわからないでしょ。ちょっと皆さん僕のインスタグラムフォローしてください、お願いします。毎回一回は言わないとちょっと気が済まないんでね。なんとこの前101万人だったけど102万人いきましたね。ありがとうございます、本当にシェイシェイ。お、また増えてる。100万2万3000人です。あ、違う違う、102万3000人です。JK は加工をつけて引退するんだよ。あ、そうなの？本当の顔見せない的な？あ、そう。本当の顔見せないんだ、みんな。佐野くん本当に無加工？無加工だと思うよ。わかんない。加工できるの？これって。TikTok。生きてるだけで加工じゃん、分かってんじゃん。生きてるだけで加工。どうもそのあとです。肌ツルツル、なんか肌ツルツルってめっちゃ言ってくれるけど、そんなことないべ。ここもなんかニキビの跡みたいになるしね、これ。そんなもんよ、人間だもの。ニキビだってできます、私だって。最近できなかったくなったけどね。昔ニキビめっちゃ、昔本当になんかね、中学校とかでなんか基本的に友達になんか俺の顔を触ってくる友達が多かったの。もう肌がめっちゃツベツベで。でも高校卒業して上京したあたりから急にめちゃくちゃ肌が荒れ始めて、多分昔から僕のことを好きでいてくれてる方知ってると思うけど、お肌めっちゃ荒れた時期あったの。ブワーってできちゃって、やっべえこれみたいな。で病院行ったら、うん、君ね、東京の水が合ってないから実家に帰った方がいいって言われて、すっごい覚えてますそれ。ニキビの情報、あ、やべ、なんかまた充電がやばい、ごめん。キラリっていうのは僕のまあなんだっけ、ファンコミュニティなんですけど、そちらでしか公開していない情報、まあそういうね、ニキビの情報とか、まあまあまあ僕のその使ってる私物とかをよく紹介してるんですけど、今公開しちゃいましたね、すいません。だからぜひ、ストレスだよそれ。ストレスもあると思うけど、食生活だよね多分。なんかやっぱりさ、親が作ってくれるさ料理、母親とかちゃんと作ってくれてるわけよ料理をね。じゃなくてもう一人暮らしだと適当に食べるのよ僕。もう自炊なんてしないし、全く佐野飯以外でね。うん、なんでそれはできるわっていう。服についてのレタス違うよ、これ何かっていうのは切られて話します。水って関係あるんですね、わかんねえ。その病院の先生にはそう言って言われた。佐野くんのことを作文で書きました。え、作文で書くような内容ある？だって知り合いじゃないんだよ僕とあなた。毎日自炊生活、偉いね自炊ね。もう時間もロスだし、もう食費も余分にかかっちゃうわけよ僕。その飯の時ね、毎回いくらとは言わないけどすごい額言ってんだよね毎回。なぜか、なんでなんだろうねあれ。リアルに何て言うんだ、リアルに恋人だ。リアルに恋人、どういうこと？リアルに恋人って何？なんか好きみたいな意味でしょそれ。ハヤテ、塩ハヤト、どういうこと？何塩ハヤトって。インライテスト前も見てたらテストすごい点数取った。俺のせいって言いたいってこと？やめよう、そういうのね。リアルに恋してる、あ、リアルに恋してるね。はやて、リアルにコケコッコーだろ。
はい、1滑り、今日のハイテ君1滑りポイントです。ぜひハイテ君のこと1フォローお願いします。1回滑ったら1フォローだからね。ハイテ、ドクターカー見ました。懐かしい、よく知ってるね。みんな、なんか僕ちょっと今日はもう喋るだけなんで、本当にご飯も食べないし、ご飯も作んないし、何も作んないんで、ぜひなんか僕にやって、キラリ入って、ありがとう、キラリ入ってくれて、いろいろ僕の秘密を教えていきますね。キラリは体にほくろ何個ある、わかる？そんな自分のほくろの数なんて、この首のほくろしかわかんない。俺顔にほくろとかないんだよね、俺あんまり。首しかない。ここのフォローして、ありがとう。あ、インスタフォローしてくれたんですか、ありがとうございます。綱引きで勝てる方法教えてほしい。それさ、ある韓国のドラマで知ってる、見たよ俺それ、なんか忘れちゃったけど、それ見な。韓国のドラマで最近の流行ったさ、キラリ入ろうか迷い始めて3ヶ月、迷ってたら人生すぐに終わってしまうよ、短いんだから人生。確かに今日声違うな俺。町田くんとやり取りしてますか。町田のやり取りしてるよ。もちろん町田さんとはもう昨日リアルタイムで見ながらずっとやり取りしてましたし、あのテッパチメンバーともやり取りしてました。もちろん颯とも、カンタとも。大阪のライブからファンさしてね。はい、来ます。今まで怖かった体験ありますか。何ですか怖かった体験って。そう、心霊系なのか。後で電話していい、今怖い、これ怖い、後で電話していいっていう言った子怖い、佐野の彼女になりました、怖い、これも怖い、一番怖い。勝手に彼女にさせられたもん、彼氏か。あ、だ、あれ待って、さっき言ったっけ、だからこの昨日は鉄パチ最終回でしたけれども、ありがとうございました皆様、こう見てくださって、本当にすごいたくさんコメントくださったりとか、ツイッターつぶれてくれたりとか、なんか TikTok 上げてくれたりとかしたのか知らんけど、見てますんで僕ちょこちょこね、 TikTok とかもいろいろ宣伝してくれてるの見てますから、もし勝手に彼氏は怖いよ、やばいってそれ。テッパチ見てありがとうございます。漢字を覚える方を教えてください。反復練習に決まってるだろ、一発で覚えれたら苦労しないって。人間漢字とかでもさ、漢字一応知らんけど、あ、でも俺も漢字苦手なんだよ、漢字めっちゃ苦手。英語、英単語とかはもう何周もするといいって言わない、もう1から10をバーってやるより、もう1から100までバーっていうのを、1から100、1から100、1から100ってバーってやった方がいいっていうのを僕は習いましたよ。で寝る、15分寝てもう1回覚えるとか、そういう感じ。町田さんに会いたいです。俺も会いたいよ、そんな。 TikTok フォローします、ありがとう。 TikTok もね、ちょっと積極的に配信をしていこうと思ってるんで、僕はちょっと今日 TikTok 楽しかったんで、インスタライブもちろんありますけど、TikTok の方でも配信をしていこうと思うので、ぜひ皆さん TikTok ミルクのオフィシャルですけどね、フォローしてください。毎日投稿もしてるんで。英語話せますか、あれロベ。話せません、そんなに。最近友達に勧められてミルク。その後はミルク何好きになった。ライブ来てください。 15×13?150、45、195。 違うかな。I don't even know Japanese. I don't even know Japanese. Really? Oh my goodness. インドネシア語話せますか。 No No thank you。 損益分岐点教えて、答えて。損益分岐点が、あれだよな、
Y の2乗。何か歌ってください。歌は歌えません。それはキラリでよく歌ってますよね、キラリのみんなね。歌はもうさすがにもう歌えません。こんなもう1万人の前でも恥ずかしい。本当にもう無理すんな佐野さん。無理してね、全然無理してね。たまに無理するけど今全く無理してね。テッパチ毎日見てました。週1です。毎日はやってません。週1です。テッパチ、あれまあまあいい声っていうの、今ちょっと声枯れてんだよ。この状態の声褒められてもしょうがねえだろ。筋トレしてる、筋トレしてる。まあそんながっつりやりすぎもちょっとあれなんだけど、多少ね、キラリ入れないな。なんで？佐野のせいで風呂入れん。入れよ、勝手に入れよ風呂は。今お一人ですか？はい、お一人です。どうしたら腹筋割れる？わかりません。僕はもう生まれつき腹筋が割れています。純愛僕出てません。ちょっと違います。それは同じ曲ですけど。真珠はどうやって飲みますか ？DNA。でも本当にご飯食べる量とかだと思うよ。結局ね、やっぱりご飯をたくさん食べる、そして寝るっていうのは本当に大事だと僕は思うよ。キラリ入った。ありがとう。キラリ入って嬉しいです。友達に佐野くんのことをめちゃめちゃ勧めて山中が住宅落語になりました。複雑、我複雑なり。あ、よいしょ。今無理した。今のは無理した。佐野飯じゃない、佐野飯じゃないのよ今日。ごめん、それはもうほんと俺のお腹に行ってくる。野菜嫌い、好きではない。大学芋食べたい。大学芋美味しいよね。大学芋大好きだよ俺。ミルクのファンネって何？ファンネーム、その冒頭無略すな。ファンネームまで言え。ミルクのファンネームはミルキーズです。ミびっくりマークルキーズ、ミルキーズ。そんな感じ。もう少しで帰るんだけど、アイス何がいい？あ、彼女いるじゃん。これ彼女の発言するだよね。これよくなんか映画とかである感じの彼女の発言じゃない？彼女か奥さんの発言だよねこれ。いらないアイス、家にいっぱいあるから。福島県来て行きたいよ。福島県は月見食べた。月見ってなんすか、食べも、なんすかそれ。食べましたよ。大学芋とスイートポテトって何が違う？うん、洋風か和風かだろうね。いや全然違くない？大学芋はなんかそのさつまいもをとにかくぶった切ってもうなんか蜜にぶん投げたやつで、スイートポテトはなんかちゃんとこれなんかマッシングマッシングしてるやつでしょ。知らんけど。アイドルが主なんですか？両方だね。5対5って100、100って感じだね。両方主です。まあ、他にもやってる。インスタライブも別主。まあ、インスタライブはちょっと僕の趣味、趣味なんですけども、バラエティも出させてもらったりしますし、初見じゃないけど、初めまして。どういうこと？頼むぜ。あとで大学院も作ってあげるね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちゃんと宅配で頼むから、それ。いつ帰ってくる？帰らないよ、永遠に。永遠に帰らない。僕の家ここだからね。死ぬまでに一回痛い。その一回って何回も会おうよ、それは。ライブ来てよ。なんでよく関西弁喋るの？わからないよね。なんでなんだろうね、関西弁。ちょっと癖になるよね。あと名古屋だから、ちょっと関西、いや関係ねえか。愛知ちょっと関西寄りだからかな。関係ないよな。プレゼントしてるの偉い？どういうこと？プレゼントしてるの偉いって何？あれ？ちょっと待ってね。ん？どこだ？あれ？インライが面白くてフォローしました。ありがとうございます。それ TikTok とかで見たんじゃないですか？ TikTok とかなんかYouTube の短い動画とか分からんけど、なんか俺たまにさ YouTube とか見てると自分が流れてきて焦るんだよね。おえっつってびっくりするよね。あ、そう、大地だ。大地、うちのメンバーの大地は関西出身だからかな。
ミルクの歌何系、アイドル系、アイドル系だね、完全にアイドル系だと思うよ。女優ライト、顔が少し暗いかも。いやこれ一応ライト置いてるのよ、ここにね。あのもう目覚まし時計なんだけど、光るタイプの目覚まし時計置いてるんだけど、暗い。鉄板上お疲れ様でした、ありがとうございます。そのシャツ自作なわけあるかい。自分で作らん、このすごい独特なデザイン。身代わり喋ってみりん、なんかちょっとあなた今からね、僕の友達行きますわ。いいっすか？僕の友達、来るわ。今から。いい？友達。俺の友達が今から来るはずなんだよな、ちょっと。あれ？お！無理や、無理や、無理や。あ、もうやっ。ミルクのペンライト持ってやがる。あっつ。こんにちは、ハヤテくん。こんにちは、こんばんは。こんばんは。こんばん、ハヤト。こんばん、ハヤテ。おい、こんばん、ハヤトって言うな。頼むわ。ハヤテです。皆さん、ハヤテです。ハヤテです。テッパチを見てる人ならもちろん知ってると思うんですけど、ハヤテです。ハヤテ。お前でもさ、ライブ来てくれてありがとうなんだけどさ、ペンライト俺の振ってなかったんでしょ。え、何が？結構ずっとピンクで振ってたよ。嘘。そうだよ。他のみんななんか町屋さん以外はなんかピンクから色変えたって聞いたんだけど、俺は結構変わってたね。俺気づけなかったんだよな、なんかさすごいいろんな色にみんな変えてたからさ、あだから家族かなと思ったのよ。家族がみんなに気使っていろんな色変えてんのかなと思って、うんうん、あそこは違うと思って除外したの初めにして、あそこだったとは。親戚かなと思ったの初めね。あでも急に変えだしたから、いや違う、親戚そんなことせんと思って、本当分かんなかった。うん、いやなんか最初だからどこ座ってるかなんとなく聞いてんのかなと思って、うん、それで気づいてくれるかなと思ったんだけど、うん、あいつ気づいてるってなって、もういいや変えようぜっつって。やった。なんでハヤテそんな汗かいてんの？お風呂上がり。あ、そういうこと？乾かしたんだけどさ、お風呂上がりって熱くない？え？お風呂上がりって熱くない？熱いよね、お風呂上がり。めっちゃ汗かいてる。もうやだ、熱もこれ。もらうって何？こっちをあの振ってた方もいらっしゃったのよ。テパチメンバーじゃん。え、ちょっと待って、整理すると、え、ミルクのファンの方にちょっともらったってこと？あ、違う違う違う。え？スタッフさんにいただいた。あ、そういうこと？うん。そば、その顔は。意味がわからん、こいつ。ほんと意味わからんわ。ほんとに。
いや、ハエって実際会ったらそんな不思議な感じじゃないじゃん、お前。なんかなんでさ、SNS なんておかしくなるの、なんか。違うよ、違うよ。え？言葉を選んでたらおかしくなっちゃう。うん、あ、そういうこと？いや、おかしくなりすぎだよ。だって基本さ、8割意味わかんないもん、ハエっての言ってること、俺。そんなことないよ。ハヤトの言ってることに対して、うん、なんかあの、言ってるのに、時差で届くから、違う、時差でも俺理解できる。基本ね、カンタとか言ってること分かんのよ。ハヤテの言ってること。だってハヤテ申し訳ないけどさ、あの、何その、メッセージあるじゃん、ちゃんとプライベートのさ。はい？おぉ。言っちゃいけないのね。LINE。それを言ってはいけなかったのか。ないだろ。ね、はさ、ごめんね、ソーシャルサービスでね。うん、そう。もう意味はわからないよ、お前、いつも言ってること。え、嘘。前言ったじゃん、なんか、え、俺な、返信困るんだけどって送ったやん。え、でもそれはさ、よく困んないことがあるみたいな感じの言い方してたじゃん。よく困んないことがある。じゃあ、他の人と LINE してる時も困ることがあって、うん。時はすぐ。あ、そうそう。やはり結構分かんない確率多いよ。ほんと？うん、分かんない。でももうちょい噛み砕いて LINE するようにするね。じゃあ噛み砕いちゃダメなんだよ。噛み砕いてるから分かんないから、もっとなんか主語とかを入れれば分かるの。ごめん。結構。いや、説教。説教なんて。じゃあちょっと皆さん、ハエテ君、僕と同級生のですよね、ハエテは。そうですね。同級生の人です。あとなんだっけ、ウルトラマンだっけ。違う、なんだっけ、ヒーローです。戦隊やってました。はい、すいません。すいません。戦隊のレッドだったんですよね。はい、そのペンライトも下ろしていいよ。え、でもこれなかったらもう俺がいる意味がないじゃん。なんでな。俺応援しに来たの。え、いつでも応援してるよ。俺だって別に着く前からこうやってやつだし。いや、そんな人ね、ファンの子の中でもいないと思うよ。僕のこと応援してくれてるファンの子でも。あ、流送者。おお、何調べたの。いや、なんかファンの方コメントで流送者って言ってる。あ、すいいね。すげえ、お前、日本守ってたんだ。日本じゃない、地球で。ああ、ごめん。そこは設定してくれし、ごめん。日本あたり守ってたんだね。地球守ってた。ああ、地球、ごめん。すごく厳しいんだ、そこ。ごめん。はい、ちょっと会いすぎだな。結構会ってるもんね。終わってからも会ってるもんね。全然そんな会ってないって。あ、一回だけ会ったの。いや、1回じゃない。結構合ってるって。3回。2回、3回、そんなもんじゃない。それ、アイス、そんな、俺合わないもん、そんな普通。なんで？いやいや、他の作品とかでね、そんなすごい合う方、あんまりいないよ。なんで？うん。いや、別に俺そんな誘わないもん、人に遊ぼうとか。誘いそうに見えて誘わないじゃん、俺ってあんまり。誘わないね。誘わないし、誘ったところで忙しいから全然来れないから。誘ったところでっていうね。そう、誘ったところでね、その誘いに対する LINE が返ってくるのも、ま、何日後かな。言うなよ。カンタにも昨日言われたのも、返信遅いよって。いや、カンタくんはさ、もう、え、でもカンタくんに対しての返信早くない？そうでもない、違うの。あいつは、その、LINE 返信しないと、なんかその、上乗せで送ってきたりするわけよ。だから、上の方にもう一回プチッ通知が来るから、気づけんの。おい LINE してくるわけだ。おいメッセージしてくるわけだ。うん。もし違ったら簡単に怒られるからあれだけど、まあだからそういう簡単は結構、あと、ブワーッと送ってくんだよ。なんか、なんちゃら、ハニー、愛してるみたいな。愛してるから。だからブワーってくるから、何事かと思ってみることがあるかも。流行ったらもう要件が、いやでもね、俺もう溜めちゃうんだよね、基本的に。全然返信できないの。いろんな人いっぱい溜まってる。そうなんだ。
週に1回ぐらいブワーって返信したりするのよ。あーなるほどね。でも良くないの分かってんだけどね、自分でもね。ここからいかにして抜け出して優先的に返信をもらえる人になるかってことだよね。仕事以外は基本的にね、あんま返信すぐしないの俺。そうなんだ。ちゃんと早く返信するのは町田さんだけ。サンタくんは簡単しない。そんなあれだよね、別にするくない？ 1 ヶ月とかないじゃん。ちゃんと1週間以内に来るっしょ。まあ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 、一応来るでしょ。うん。あとまあスケジュールのさ、予定とかと分かんないときに、あ、これ後でもう一回返信させるからちょっと一回みんなやめとこうと思って貯めちゃうことはあるよね。あーなるほどね。まあでもそれはもう分かるわ。分かるでしょ。うん。てか、あの、早くインスタフォローお願いしますって言っときね。ありがとう、はい、インスタやってます。こういう優しいやつなんですよ、みんな知ってると思う。当たり前で優しい、優しさは取り柄って言われてんだよ俺は。優しさ出していかないと俺終わっちゃうだよこれお前。優しさだけが取り柄じゃないじゃん。そんなのはもう誰もが分かってることだからいいんで。ああ分かってる、分かってるけど、そうやって言っとかないと謙虚じゃないなって見られるから、やっぱみんな謙虚に見せたいの俺は。だから言っとかないとダメね。実際がどうでも結局その表に出てる姿で判断されちゃうもんね。そうだもん、そうだもん、自己プロデュースだからそんなもんお前。そうだよね。だからリアルでもこういう塩対応ですっていう風に思われてるわけだ、みんなに。そうそうそう。え、待って、入って後ろなんかいない？なんか虫みたいな。左側、右かな。穴が開いてんの。あ、穴か。穴か。ごめんごめん。入ってくんフォローしましたってめっちゃ、あ、じゃ入ってなんかコメントして、コメント俺にしてくれればさ、固定して飛びやすいらしいよ。あ、待って、北村さんだ。え？え？わかんない、本物？え、本物？北村さんですか？嘘。かっこいいこと言うな、バンバン。え、これ本物の北村さん？わかんねえや。え、本物？やば。やめちょう隊長だ。お疲れ様です。ありがとうございます。見てくださって。やめちょう隊長。こいつ、武藤です。武藤です。武藤です。こいつ成長しました。中隊長のおかげで。本当にありがとうございました。いらっしゃるの？わからない。ちょっともう。てか、早くて、だからコメントしよう、一旦。ちょっとそれ固定した方がみんなフォローしやすいからって。そうだよ。はい。てか、サムソーマルは。ああ、流れてる、流れてる。皆さん、早くて今こういう感じ、天然ポンコツな感じで、僕ら僕接しちゃってますけど、ハヤトフォロワーお願い、ハヤトハヤトフォローお願いします。おお、あ、なるほどね、いい。はい、あれ、あ、固定できない、なんでこれ、あ、え、あ、できた。フォローして、ぜひ皆さん下のこのハヤテ君のアカウントの方をポチッと押してフォローしてきてください。ありがとう。言わせたんだろう。口悪いですこいつ。なんだろうが。いやでもね、フォローし続けてもらって損はさせませんから。おお、いいね。このペンライトに誓います。あ、そのペンライトに誓うんだ、新しいね。でもハヤトインスタ頑張ってるもんね、 SNS ね。はい、ハヤトくんに助言いただき日々精進しております。
はい、僕はちゃんと助言してますんで、ぜひ。てかさ、ごめん、話急に変わるけど。なんか、座り心地が一緒だなと思ったわ。何回か座ってるもんな、お前これな。うん。てか、ハイキに来てもらって申し訳ないんだけどさ、俺もちょっと俺のファンコミュニティに行かなきゃいけないんだよね。あ、はい。皆さん、これから佐野隼人、キラリで配信を行います。ぜひ皆さん、加入してですね、この続き、特別なお話をするのでね、ぜひ見てはい。なんでお前が宣伝してんだよ。でも、ハイキもね、キラリ入ってるんだよね。ちゃんと、毎月僕に、はい。入ってんだよね、ファンクラブね。ん？あれ？止まったかな？ごめん、電波が悪くて。怖っ、こいつ。慣れてるわ、SNS、こいつ、SNS 世代やわ。じゃあ、ちょっとまた入って会おうよ、すぐ。うん、会おうね。ごめんごめん、ありがとう。ありがとう。サノメシもやろうよ、一緒に。まあ、言ってるけど、毎回。ぜひ、お願いします。うん、美味しいもん作っちゃうぞ。うん。うんうん、作ろうね、美味しいものね。バイバイ、はやて。バイバイ。ありがとう。ありがとう。見てくださって皆さんもありがとうございました。今から僕はキラリで配信しますんで。お願いします。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ、おやすみ、はやて。おやすみ。バイバイ。